クア君はどうして演劇やってるの？別に何だっていいだろ。よくないよ、大事なことだよ。スターになりたいから、お金のためだよ。楽しいからやってる。そんな感じだよな。またそうやって自分自身はすごく閉じてるよね。そういうところなんじゃないですか。だったら俺の目的が人を殺すことだったらどうしたら、どうする？一緒に殺してあげる。だってアクア君が殺したいって思う人でしょ。多分それなりに理由があると思うんだ。すっごい悪い子だとしても、私くらいはありのままの君を認めてあげなきゃって、そういう覚悟で彼女してるんだけどな。ただ私は君にも彼氏の責務を求めるよ。有馬かなに勝ちたい。でも姫川有馬コンビは強すぎる。私一人じゃどうしようもない。私を見殺しにする気？彼氏なの？彼女を死なせないのは彼氏の責務だな。あ、台本読んだが規模の割に尖ってるっつうか、結構チャレンジングな構成だ。なくてぴったりの演技ができる役者になれと言ったよな。舞台においてのぴったりとは何だ？強烈な感情演技。じゃあやるしかねえな、感情演技。明日から稽古が終わったらここに来い。一から叩き直してやる。